ジェームズ・アンソニー・ウィルソンは、イングランド出身のサッカー選手。サルフォードして FC に所属している。U-16、U-19、U-20、U-21 のイングランド代表経験がある。ポジションはフォワード。マンチェスター・ユナイテッドから7歳の時に一度スカウトを受けたが、ウィルソンが、ユースで初めてマンチェスター・ユナイテッドの選手として、 試合に出場したのは2010年10月31日に行われた U-18 チームの 1FC タトランプレショフとの親善試合であり、当時14歳であった。公式戦デビューは2011年2月5日に行われたウエストブロムビッチアルビオン戦であり、2010から11シーズンはその後3試合に出場し、ホームで1から2と敗れたエバトン戦でゴールを挙げ、 準優勝したミルクカップでは2ゴールを記録した。2011から12シーズンは第2節で足首を骨折し、5ヶ月近くプレーから遠ざかることになった。チームに復帰すると U-18 のチームでレギュラーとしてプレーするようになり、シーズン後半の13試合に出場し5ゴールを挙げ、FA ユースカップでも2ゴールを挙げた。2012年3月6日に行われた。 ウエストブロムウィッチアルビオン戦ではフレディ・ベセリと交代で61分から出場しリザーブチームデビューを果たした。2012年7月には小学生契約を結び U-18 ではレギュラーとしてプレーを続けた。2012から13シーズンの初ゴールが生まれるまで5試合を要したが2012年9月22日に行われた。 第5節のニューカッスルユナイテッド戦では5ゴールを記録した。1試合5ゴールは、サー・アレックス・ファーガソンが監督を務めた期間のすべての、年代のチームで2番目の記録となる、ゴール数であった。その後4試合で5ゴールを挙げ、17歳の誕生日には、クラブとプロ契約を結び、その翌日に行われ4から2で勝利した、サウサンプトン戦では2ゴールを記録した。 怪我により2013年の1月中旬から3月までチームを離れた期間はあったが、18試合で14ゴールを記録し、U、U-18 のチーム内得点王となった。リザーブチームのプレーシーズンでは活躍を見せたが、U、U-18 で主軸としてプレーを続けており、開幕から6試合連続ゴールを記録し、トータル7ゴールを挙げた。シーズン後半には、 リザーブチームでの出場機会を増やし、2014年3月10日に行われたウルバーハンプトンワンダラーズ戦ではハットトリックを達成し、チームも3から0で勝利を挙げた。4月5日には初めてトップチームに招集され、入ッするユナイテッド戦のメンバーに選ばれた。5月6日に行われた春式戦でプレミアリーグデビューを果たし、64分に ロビンファンペルシと交代するまでプレーし、2ゴールを記録した。この試合では、トム・ローレンスもデビューを果たし、ユース出身の選手を2人同時にデビューさせたのは42年ぶりの出来事であった。2014年8月7日に行われた U-21 のチームの試合である、マンチェスターシニアカップ決勝のマンチェスターシティ戦では、 後半戦の3ゴールを含め4ゴールを記録し、4から1の勝利に貢献した。2014から15シーズンは2015年1月17日に行われ、2から0で勝利したクイーンズパークレンジャーズ戦で、ジョニー・エヴァンズと交代で出場し、終了間際にゴールを挙げ、シーズン初ゴールを記録した。2018年8月、アバディーニ FC へ、レンタル移籍。 2019年7月、アバディーン f C へ2年契約で完全一席。2020年1月31日、サルフォードシティ FC へ移籍。U-16 イングランド代表して2011年3月に行われ、サンパラレーで勝利した北アイルランド代表戦の1試合に出場し、10度目のビクトリーシールド優勝に貢献した。2013年10月に行われ、 6から1で勝利したエストニア代表戦で U-19 代表デビューを果たした。ありがとうございます。